ゲーム中よく起こる失敗の事例をまず紹介したいと思います。はい、じゃあ始めてください。このようにですね、ボールマンがアタックして、そのアタックが失敗した時に不安になったり、怖くなってしまって、すぐボールを離してしまう、すぐにドリブルをやめたり、すぐにパスをしようとして、ミスが起こってしまうケースがバスケットによくあります。こういう状況を、打開するため、あるいは自分が、アタックして守られたとしても、次のプレーがあって、それは失敗じゃないんだっていうことを理解することで、より積極的に、バスケットにアタックできるよう、そういうスキルを身につけるための練習をこれから紹介していきたいと思います。